イトス・フラウィウス・クレメンス、あるいは、アレクサンドリアのクレメンスは2世紀の人物で、初期キリスト教を代表する神学者の一人。エジプトのアレクサンドリアで活躍したためこの名で、呼ばれるが、エジプト出身ではなくギリシアのアテナイの出身と、考えられている。ギリシア教父と呼ばれる一群の神学者の一人で、オリゲネスと並んで、アレクサンドリア学派の代表的な神学者である。 生物年を含めて、クレメンスの生涯についてはほとんど知られていない。しかし、彼の著作、ストロマテースの記述や流霊なギリシア語文体ギリシア古典の深い知識などから、アテネの裕福な家庭の出身で高等教育を受けていたことが伺える。クレメンス自身によれば、ギリシアを出て、南イタリア、シリア、パレスチナを経て、エジプトのアレクサンドリアで、 キリスト教の教師パンタイノスに出会い、彼に学んだ。パンタイノスの死後、リダスカレーオンと言われるキリスト教を教える学校を開いて、そこで教えた。カイサレイヤのエウセビオスは、著書、教会誌の中で、オリゲネスもクレメンスに学んだと記している。セプティミウス・セウェルステーの迫害のさなかに、アレクサンドリアを離れ、カッパドキアに逃れたと言われている。 クレメンスが司祭であったかどうかも定かではない。エウセビオスはクレメンスが長老であったと記しているが、長老というのが教会における職会を意味するのか、単なる継承なのかが定かではないからである。クレメンスの思想の特徴は、ギリシア哲学と文学がキリスト教へ人々を導くために存在したと考え、その思想的な遺産をキリスト教へ継承しようとしたことにある。 これは、プラトンとギリシア思想に精通したクレメンスならではの発想であり、特にロゴスイコールキリストであるとしたロゴスキリスト論はギリシア思想とキリスト教神学を結びつけ、以降のキリスト教神学の発展に大きな貢献をするものとなった。ユスティノスもロゴスキリスト論を展開したが、両者の大きな違いは、ユスティノスがキリスト教の心理性を異教徒に示すために、 ロゴス論を用いたのに対して、クレメンスは、キリスト教徒たちが哲学の持つ心理性を理解するようになるために、ロゴス論を用いたことである。ありがとうございます。